こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、あまりにも凄惨な事故となってしまった1997年富士スピードウェイ全日本 F3 選手権事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。F3 って何？ F1 なら知ってるけど、F1 の下のカテゴリーってことでいいの？大体そんな理解でいいぜ。F3 は F1 を目指すための登竜門的なレースだ。なるべく経験を踏んでもらうため、開催回数が多く、マシンも低コストで参入の敷居が低い。またマシンの改造範囲はごく限られており、レースはほぼドライバーの腕で勝敗が決せられるんだ。ちなみに、紹介する全日本 F3 選手権は現在ではもうない。2020年、ルールはほぼそのままで名称がスーパーフォーミュラライツに変更された。へぇ、世界には F3 のレースがあるんでしょ。F3 って入ってた方が、F3 の日本版ってことでわかりやすいと思うんだけど。2020年からは世界の F3 のルールがかなり変わってしまったが、日本側は追従しなかった。そこで日本は世界の F3 との混同を避けるためあえて F3 の名前を捨て改名した。なんかややこしいことだけはわかったわ。上には F2 もいるんでしょ？ F3 ってどのくらい速いの？それでもフォーミュラカーだからな。最高速250km以上。超軽量だしめちゃくちゃ速いぞ。それゆえに事故も多かった。これから詳しく解説していくぜ。頼むわね。この事故で帰らぬ人となってしまったのは横山隆選手だ。1994年、22歳でイギリスに渡り、フォーミュラボックスホールロータスやイギリスの F3 に参戦した。海外の方が実戦経験が積める、との先輩選手のアドバイスがきっかけで渡英したと言われている。そして3年間の海外でのレース経験を経て1997年、25歳で全日本 F3 選手権にフル参戦した。所属チームはドームだ。今シーズンは不調で、第8戦までを戦い、ここまでポイントは得られていなかった。最高は第5戦目の鈴鹿サーキットで9位。8戦中5回リタイアしており、完走が少なかった。そして問題は第9戦目の富士スピードウェイのレースだ。1997年10月18日、決勝グリッドの位置を決める予選が行われた。結果は27台中17位だった。なお同チームから出場していた脇坂重和選手は予選5位だった。獲得ポイントでは総合4位。残る2戦の結果によっては自身ではなし得ていない表彰台が見えてきていた。ドームのチームには、不調の横山選手と、闘志に燃える脇坂選手がいたってことね。また今シーズンの総合トップはトム・コロネル選手だ。なんと8戦中6戦で優勝しており、残り2戦を残して総合優勝が確定していた。このレースの予選は2位だった。そして運命の10月19日、日曜日の決勝レースを迎えた。天候は晴れ。午前11時42分頃にレースがスタートした。コロネル、脇坂のマシンが好スタートを見せ、1コーナーを1位、2位で回った。続いてサントリーコーナーへの進入時、脇坂はコロネルを抜こうとコロネルのイン側に突こうとしたが、マシンが暴れコロネルのマシンに接触した。脇坂のマシンはコロネルのマシンに乗り上げ、2台はサントリーコーナーのタイヤバリアへ突っ込んだ。乗り上げる際、コロネルの頭部に脇坂のマシンの右リアタイヤが激突したが、コロネルは無事だった。事故後に自力でマシンから出ることができた。脇坂も、タイヤバリア衝突時にマシンが横転したが、体は奇跡的に無事だった。運営が、逆さまになったマシンをひっくり返し、脇坂を救出した。二人とも無事でよかったわ。今のところ横山選手は登場していないわね。ちなみにマシンが暴れた原因は何だったの？はっきりしたことは不明だが、まだ1周目だからタイヤが温まりきっておらず十分グリップしなかったことが考えられる。そしてこの事故によってコース清掃が必要となったため、レース中のマシンを先導するセーフティーカーがコースインした。各コーナーにはセーフティーカーを示す SC の表示と、追い越し禁止、減速を意味する旗が振られていた。ただこれらの表示は見づらく、走行する選手の多くは一周した後ホームストレートの表示板を見てようやく案内に気づいた。ホームストレートって一番全開で走れるところよね。ああ。特に富士スピードウェイのホームストレートは約 1.5 キロあり、なんと日本一の長さだ。各マシンは最高速近く出ていた。各マシンは急減速したが、後方になればなるほどブレーキが遅れ、ハードな減速が必要になった。後方を走っていた横山選手のマシンは止まりきれず、すぐ前方で減速した平野匠選手のマシンに追突した。横山選手のマシンは乗り上げ、そのまま宙を舞った。そして 5.5 メートルの高さがあった表示板に激突した。午前11時45分のことだ。マシンはバラバラになった。赤旗が振られ、レースは即時中止となった。
横山選手は全く動いておらず、医務室に搬送されたが、手の施しようがなかったという。5.5 メートルってかなり高いわよ。そんなところにぶつかるなんて。ああ、凄惨な現場になっていたようだ。なお、14時25分には上位レースであるフォーミュラ日本の決勝レースが予定通り開催された。脇坂重和選手の兄である脇坂寿一選手が出場を予定していたが、身内とチームメイトの事故を受け棄権した。また、このレースでは近藤正彦選手が出場しており、11位で完走している。タレントやってる人の結果とは思えないわ。すごい。続いて翌月行われた1997年 F3 の最終戦、鈴鹿サーキットのレースだが、コロネル選手は不参加だった。首の治療のためと思われる。まあ無理して参加しなくてもね。確か、ポイント的に優勝も確定してたんでしょ。ああ。この年はコロネルの圧勝で終わった。脇坂選手の方は第10戦の鈴鹿サーキットに参加したが、残念ながらポイント獲得はならず、逆転の表彰台は消えた。しかし翌年兄の11選手がフォーミュラ日本の方で総合3位の表彰台を獲得しリベンジした。さすがお兄さんね。後日、横山選手の遺族は富士スピードウェイに対し損害賠償請求を起こした。前述の木旗やセーフティーカーの表示の見づらさが事故の原因であるとの主張だ。この訴訟は和解が勧告され、実質的には原告の敗訴となっている。しかし翌年の全日本 GT 選手権でも運営側のミスで大やけどを負う選手が出るなど、富士スピードウェイの設備や運営に見直しが必要なことは明らかだった。大規模な改修は2003年になってようやく実施された。ほとんどの施設が解体され、コースも大幅に変化した。この改修により F1 開催の要件を満たしたため、2007年から F1 の日本レースが鈴鹿だけではなく富士でも開催されることになった。初開催の2007年は観客が大変な扱いを受け、別の意味で大失態を起こしてしまうが、それはまた別の動画で解説するぜ。サーキットって魅力が詰まった場所だけどマイナスの側面もたくさんあるのよね。ああ。サーキット不要論が唱えられた時代もあったみたいだ。事故がつきものだし、昔は認知度も低かったしな。富士スピードウェイも1980年頃、レジャー施設への転用が本格検討されたことがあったようだ。チャンネル主としては、サーキットはそこでしか得られない非日常的な体験ができる場所だし、走る人にとってはそこでしか叶えられない夢がある舞台だからな。これからも存続し続けてほしいと思うぜ。いやそれより何に参加してんのよ。以上、今回は1997年富士スピードウェイ全日本 F3 選手権事故について紹介させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも過去に起こった大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。